りょうたではありません。飲みますよ。名称なし。23時18分。足折り駅で降りたね。運が良かったね。銅山の奥深くまで行けば帰ることができるよ。もし次の駅まで乗っていたらもう帰れなかっただろうね。わお。電話だ。もしもし、今変なメールが届いた。気持ちが悪い。こっちにも届いたよ。気にしちゃダメ。結局、なんだろうな。そうか、そんなことないか。今気にしちゃダメって言う返したら、内容を知ってるかのような含みがあるなと思ったんだけど、そんなことないか。なんか変なメール来たんだけど、気にしちゃダメ。普通はさ、なんて来たのって気にならない。それをさ、何も言わず気にしちゃダメっていうのはさ、もうなんか内容知ってるのかなっていう匂いを感じるよね。雰囲気を感じ取っちゃうよね。だからここはこう共感し合おうよ。私にも届いた。亮太だけじゃないよ、私にも届いたよっていう、ちょっとなんとなく気分軽くなるかもしれないよね。本当？銅山の奥から帰れるって書いてあったけど、銅山って銅とかが取れる銅山のことだよね。銅山をトンネルみたいに使って町へ続く道に出られるってことなのかな。まあ、あんなわけのわからないメールに従うなんて正気の沙汰じゃないと思うけど、だけど参ったな。駅は真っ暗で電車はもう来なそうだし、どうやって帰ればいいんだろう。もう少し駅の周りを歩いてみるよ。また連絡する。電車はもう来ねえか。でも言われた通り歩いて帰った方がいいんじゃねえかな。メール読む。23時25分。水処理場。水処理施設っぽいのがあった。多分この足折り駅とやらは、この施設のために作られた駅だと思う。周りが深い森で覆われてて、この建物以外には何もなさそうだからね。エンジン音みたいのが響いてるから、多分施設自体は稼働していると思う。とりあえず中に入ってみる。警備室とかに行けば帰り道とかを教えてもらえるんじゃないかな。添付ファイル。なんかやたらでかくない？足折り駅。まあ、建物の中に次の電車が来るまで過ごせる場所はあるだろうな、そりゃ。それだけの施設だし。ただ周りに何もない、何もないのはどのぐらい何もないんだろうな。まあ、コンビニにはなさそうだよね。そういった小売店みたいな、商店とかはなさそう。どうやって食べ物とか調達してるんだろうっていう疑問はあるけどね。そこが工事現場用の駅だと、工事をするための駅だとしてね、水処理場で働く人用の駅？なるほど、どうなんだ。大丈夫かな。読む。水処理施設っぽいところの敷地に入ったけど人の気配がない。入ってすぐのところに2階建ての事務所っぽい建物がある。もし深夜に警備員さんがいるとしたらここだろうな。なんかボロくないですか？大丈夫？まあ正直施設の敷地内に入った時点で怒られちゃうよ。
敷地内に入る前に警備の人いるんじゃないのかな。門とかないのかな。電話取るよ。もしもし、メール見てくれた？今は水処理施設の事務所っぽい建物の中にいるんだ。鍵が開いてたから。廊下に明かりがついてるけど、人の気配はない。もしかしたら無人の時も吹いている常夜灯なのかもしれないけど、少なくともここは空き家ではないってことは確かだ。1階には部屋が2つある。2階への階段も一番奥に見えるな。回答を選んでください。どっちに行くかってこと？手前の部屋を見てみよう。奥の部屋を見てみよう。2階を見てみよう。やべ、今ちょっと見てなかった。頭に入ってなかった。奥になんかあるって言ったっけ？2階に行く道があって、奥の部屋、手前の部屋を見てみよう。そうだな。2階に事務所みたいのがあるって言ったんだよね。だから、寄り道しないでまっすぐ行くのか、寄り道をするのかってことだ、じゃない？寄り道してるときに見つかると厄介っちゃ厄介だよね。何してんだお前！何入ってきた？どこから入ってきたんだお前！怒られちゃう。すいません、迷ったんです。助けてください。参ったなぁ。いや、正直他の部屋気になるっちゃ気になるんだよね。どうしようかなぁ。手前の部屋から見ようか。部屋から見ようかっていうこのからはね、本当にからなのかは問題なんだよな。全部見れるかどうかわからないからね。これが順番に見ていけるんであれば、手前からっていう表現で合ってると思うんだけど、実はここでどれか一つしか見れないっていうことになると、危ないかな。素直に、いや、だから人に会うのは正しいのかっていうのも疑問ではあるんだよ。誰かに会って道を聞きて帰り道を知りたいっていうのは当然なんだけど、人と会うことが果たして大丈夫なのかっていうのはさ、あるじゃん、今まで経験上。悩むんだよ。手前から行こう。からって言っちゃった。手前を行こう。手前の部屋だね。わかった。おい、音するな。事務所って感じだな。机が4つくらい並んでる。この部屋は使われてない感じだな。細かい備品以外は片付けられてる。足折排水処理センター。ああ、ごめん。机にプラスチックのボードが置いてあって、そこに足折排水処理センターって書かれている。ほら、よく博物館とか美術館で展示品の横に貼られているやつだよ。ってことは、ここは足折排水処理センターなのかな。埃をかぶってるし、どこかに貼ろうと思って作ったけど、使われずにそのまま放置されている感じだ。この建物には誰もいないのかな。ちょっと2階にも行ってみるか。一応写真撮ったから送るね。またすぐかけ直すよ。読む。23時34分。あれ？なんか時間おかしくないか？ボード。建物の机に放置されていたボード。ここを見学しに来る人向けに作ったのかな？なんで使われずにそのままなんだろう？なんかまだいっぱい書いてるね。
足寄排水処理センターのあらまし。足寄銅山では古くから、採掘時に湧き出る水に悩まされてきました。はじめは桶で水を汲み出していたため大変な労力がかかっていましたが、江戸時代後期になると水蒸林っていうのかなという道具を導入し、効率が大きく上がりました。1920年にはついに足寄排水処理センターが完成し、ポンプにより自動的に排水できるようになりました。ここでは銅山の各所から水を汲み出すと同時に、水に含まれる有害物質を取り除き、不渡り川へ放水しています。付属の資料館ではその仕組みのミニチュア模型や当時使われていた水蒸林を見ることができます。コレクション OK。 もしもし、1階は無人みたいだ。うん、上の階はどうかな。登ってる。何もないか。2階はただの物置かな。いや、物置でもあるけど、隣の建物への渡り廊下にもなってるみたいだ。ただ途中にドアがある。目の前に箱が積んであるから、普段は施錠して使ってないドアなのかな。完全に封鎖されちゃってんじゃん。ん？今下の階から何か聞こえたかも。やばいって何の根拠もないけどやばいってって思ったな。今人かもしれない、会いに行こう。うーわー、ドアの向こうに逃げてってどういうこと。今積んであるその箱高をどけてドアを開けろってこと？それなんか深みにはまる気がしない？普段使っていないようなドアを開けてその奥に行くの？危険しか待ってないだろう。会いに行くのは賛成できない。どこかに隠れてて、それがどんな人間かどうかさえも分かんないよね。どんなものなのかを目で確認したいね。で、分かってからどうするって言われたら、それも悩むんだけどさ、人ならざるものでもうどうしようもなかったら積んだーってなるけど、でも見た目が人だからといって安心できるかって言われたら、まあそれもそうでもないしね。じゃあ見てどうするって話はあるか。まあ隠れて見るは別としても、隠れることには意味はあるか。バレたら、逃げるべきか。逃げるときに音鳴らしちゃうだろうな。箱とか、しかも扉開けるんだから、開けた扉の音で感づかれて追いかけてくる可能性もある。よし、リョータ観念してくれ。深みにはまってもらおう。ドアの向こうに逃げて。よし、開かないの？ダメだ、鍵がかかってる。あ、やば、階段の方から。来た。あ！いや、これは穏便ではないよ。電話だ。もしもし、繋がった、よかった。
まずいことになったかもしれない。多分今車のトランクの中にいると思う。気を失って気づいたら閉じ込められていたみたいだ。どうしよう、真っ暗で何も見えない。回答を選んでください。え、誘拐されちゃったの？トランクを蹴っ飛ばす。あたりを探る。トランクって何？車のこと？乗用車？トランクって何？今の認識で合ってる？車のトランクのことを言ってる？それともなんか入れ物のこと言ってる？入れ物じゃないか、車かな。なんか微妙に車の走行音が聞こえてる気がするし。日本だしな。あたり探ってもさ、エスケープ用のあれなんていうんだっけ、エマージェンシーじゃないし、緊急用の脱出用のレバーがさあるじゃないですか。あ、日本には導入されてないけど、アメリカは導入されてるじゃないですか。1990年だっけから義務なんだっけ、法律で決まったんだったよね確か。違ったらごめんね。だからこれが海外だったらワンチャンあったんだけど、それ以外だと俺トランク閉じ込められたことねえからな。日本車って中から開けられるの？開けられないよね。開けられないだろうな。でもまずはちょっと辺りを探るだろうな。蹴っ飛ばすのはよろしくねえと思うんだよ。車の中だとしたら運転しているものに気づかれないようにするのが第一だよ。うん、意識が戻ったこと、今電話で話していること、これを気づかれては、悟られてはちょっと不利になるから、ちょっと状況を見よう。携帯持ってるんでしょ。じゃあスマホの明かりで周りを多少は見ることができるだろう。よし、あたりを探る。あたりって言われても真っ暗で何も見えないな。スマホ使え。あ、何か金属のワイヤーみたいなのがトランクの上に通ってる。引っ張ったら開いたりしないかな。回答を選んでください。引っ張れ引っ張れ。あ、ちょっと待て、もっと周りを見て。確かに確かになんだけど、ここでこの選択肢を逃したらワイヤーを引っ張るタイミングを失うってことはないよね。ワイヤーがあることは確認した。OK。で、その選択肢は残した上で、もっと周りを見るっていうんであれば、俺は周りを見たい。もっと情報が欲しい。うん。今のは仮定だよ。仮定として、もうこのワイヤーが選択肢として後から引っ張れるんだろうなということを、もう希望的希望なんだけど、できることを信じて今は周りをもっと見る。何か使えるものがあるといいけど。うわっ、え、ちょっと待て、これ水の音だよ。いった、何、事故。それにしてはそこまで衝撃はなかったけど。うわ、冷た、水だ、水が入ってきてる。ちょっとまずいって、空気が沈む。水がワイヤーだ、ワイヤー。うわー、失敗した。まさか水の中に入ると思わなかった。あー、これはエンディング32、水の底へ。